はい、山寺です。今ですね、西成に来ているんですけども、これからですね、久しぶりに花の山さんでちょっとね、何か食べてみたいと思います。今から花の山さん行ってきますね。それでは花の山さん入っていきたいと思います。はい、まずはですね、芋焼酎の水割り200円です。今ね、花の山さん来てます。久々ですよ。私ね、今日はね、いつもやったらね、すき焼き食べるんですけど、今日はね、柏鍋を注文してました。350円です。相変わらず安いです。いただきます。うまい。まずはですね、かぶら漬けですね。100円ですよ、これ100円。ちょっとこれを食べながら、鍋ができるの待ちますね。いただきます。美味しいですね。あのね、油の甘みとサクサクした感じがいい。100円ですよ、100円。安いわ。で、これが200円でしょ。今のところ300円ベロですよ。でね、鶏鍋頼んでませんか。350円やからね、足して何もなりますよ。750円ですよ。750円でもうお腹いっぱいになると思います私。最高ですよ、花の山さん。美味しい。なんかもうここね、今日はね、やっぱり、ね、平日の昼間なんで、結構ね、あの、落ち着いてゆっくり飲みますわ。ここね、いつもいっぱいなんですよ、花の山さんね。そうやけどね、あの、まあまあまったりした感じで、落ち着いた感じで飲めるんで、今日はいいですね。最高ですわ。冷蔵ケースでね、いろんなおかずが入ってて、みんな安いですよ。300円とか100円とかで200円とか、すごいでしょ。はい、柏鍋が来ましたね。これね、なんかね、この柏、もちろん柏はよく入ってるんだけども、それ以外にうどんとかも入ってて嬉しいですやん。まあとりあえずね、柏からいただきますよ。これポン酢でいただくんですよ。ポン酢でちょっと今度ね、ポン酢につけましょう。これね、いただきますね。あのね、めちゃくちゃ柔らかくてジューシーな鶏肉で、すっごい美味しいです。次ね、豆腐もいただきますよ。美味しい。これ350円食べれるか幸せですよ。うまい。柏鍋ね、食べたの初めてかもしれませんが、いつもね、すき焼きばっかり食べてるんでね、多分初めてかも。美味しい。350円出していいんですかみたいな。最高。いいんですね、うどん。このうどんがね、またね、あの、嬉しいんですよ。うどん、いきますよ。うまい。もうね、この鍋ね、1個あったら幸せ。いやー、これね、よそでね、350円で、まあなかなかないんちゃいますか、このクオリティはと思いますよ。すき焼きなんかもっとすごいですからね。すき焼きも350円なんですよ。生卵ついてね、まあ、肉もね、そこそこ柔らかくてね、美味しいんですよ、すき焼きも。あの、私いつもすき焼きばっかり食べてね、すき焼きばっかりこの、あの、いつもアップしてるんで、たまにはちょっと違うものをアップしたくてね。で、まあ、今日は柏鍋食べたい気分だったんで、ちょっとね、食べてみました。しっかりね、この野菜も入ってるんでね、白菜、ちょっとうどんがついてきて、あ、取れた取れた。野菜いきますよ。でもこの頃ものすごく少なくなったな。
ってひっくり返すみたいな。だから水も巻いてある、うん、うまい。どこもかしくも水巻いてあるなんだ。どこだけやな、まあ、両親が殺したとこも生まれた。あ、こうか、うん、あれは三脚へん見えるやつ。これでも見えるやつ。いやほんまね、ここはもう美味しい。この柏がね、美味しいね、ジューシー、うん、うまっ、うん、こんなクオリティでほんまに値段が安いですわ。うん、めちゃくちゃ満足します。これですね、カンパチのアラですわ。なんとこれ150円です。150円、すごい安い思いません？うん、熱々、ちょっといただきますね。うまい、うまい、塩加減もめっちゃ良くてうまいわ。これ、ね、ご飯も欲しくなるけども、やっぱりこいつやね、お酒が欲しくなります。最高、ほんま最高や。この皮のよう焼けたとこもいただきますよ。うん、うまい、たまらないですわ。やっぱね、こういう酒場いいですね。150円ですよ、150円。うん、はい、2杯目です。やっぱりね、2杯目も焼酎ですよ。200円ですからね、すごい安いですよこれ、本当に。うまいわ。いやいやいや、ほんまにね、ここはもう最高やわ。うん、ほんでカンパチのね、このアラ、アラがまた美味しいんですよ。ちょっともうね、これこれ、おったで、うん、3段目か4段目か最高。ついにですね、白菜の漬物、これまた100円ですよ。これもう絶対美味しいでしょうね。白菜の漬物、山寺大好き。いただきます。うまっ、これの浅漬けで美味しい、うん、もうね、塩味もちゃんとついてるんで、あの醤油もかけんでいいと思うんですよ僕はね、うん、うまっ。なるほど、漬物あてに焼酎とか飲んどったらもう完全になんか、まあ、酒飲みですよね。まあまあ酒飲みには違いないですよね。もうね、結構ね満足してますよ。もうね、お腹もね、やっぱり膨れますね。この鍋一つ食べるだけでもね、お腹膨れますよ。でそれにこのカンパチのね、アラとかね、漬物とか食べてるじゃないですか。もう結構ね、ほんまもう満足しますわ、うん、しかも安いですからね。何言うても僕は安い、驚きますよ。うん、餃子は買ってへんのに。うまいわ、カンパチ、アラ。いや、正座じゃないじゃない。焼酎によく合いますわ。うん、もう来るんやん。はい、今ですね、花の山さんで飲んできました。やっぱりここは鍋物が安いですね。ほとんどの鍋物がですね350円、安い。すき焼きも柏鍋も全部350円でね、食べれますんでね、もしよかったら花の山さんに来てください。またね、一品料理もすごく安くてね、最高ですということです。いつもですね、山寺の YouTube 見ていただいている視聴者の皆さん、本当にありがとうございます。感謝しております。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。